いつも見てます。高校生です。進路悩んでます。ブッコローさんはどうやって進路を決めましたか？進路ですよね。私は実は、すごく地方のど田舎で生まれ育ったミミズクなんですよ。で、東京に対してすっごい憧れがありまして、とにかく東京の大学に行きたいというところで、東京の大学だったらどこでもよかったっていうの。はい。なるほど。で、適当に受けたらね、東京大学に受かっちゃったんですけど。あ、嘘です。ごめんなさい。東京大学ではないんですけどね。そうですね。はい。そうですね。というか、そうなんですね。はい。まあ、そんな感じですかね。なるほど。ちなみに、イクさんはどうやって決めました？私は、家から近い。いるわ。そういう人いる。ねえ、いるんですよ。そういう人です。え、すいません。そうやって考えると、僕、小、中、高、大、全部家から遠いわ。え、小、中、高、大って、学区じゃないんですか？小学校、中学校。全部学区のギリに住んでた。小、中は。それ大変ですね。そうそう。で、中学校で、自転車通学を認められてないギリギリのところで、嘘ついて自転車で行ってたもん。ああ、でももう。で、めちゃくちゃもう、中学校の正門から徒歩1分ぐらいのところに住んでる友達の家に自転車止めてやってた。ああ、でもいい、良いお友達がそこに住んでてよかったですね。いやー、良いお友達じゃないです。もうとんでもない不良でした。面白かったですけどね。親父警察官なんですよね。とんでもない不良でした。なるほど。はい。はい。